シェア畑菜園アドバイザーの高木です。今日は入れるだけで尻腐れ症も予防できる鶏糞の使い方についてご紹介したいと思います。3月に入ってね、いよいよ本格的な土作りシーズンになってきています。土作りを早めに行って夏野菜のね、植え付け準備に取り掛かっていただきたいと思います。例年ね、気温の上昇もどんどん早いうちからもう暖かくなってきてるんですけども、シェア畑をねご利用の皆さんの中にもなかなかねスケジュール通りできずにどんどん遅れてしまうという方がまま見られます。一般のね市民農園をやってらっしゃる方にも遅れてしまうという方が多いのではないでしょうか。野菜作りにおいてね、土作りはとても重要なポイントになりますので、皆さん遅れないように頑張っていきましょう。今日は元肥にも使えて、そして追肥にも使える鶏糞についてご紹介しましょう。この鶏糞、夏にねよく発生する生育障害を防止する役割もあります。それでは、はい、行ってみましょう。まず鶏糞の方実際にね見てみましょう。こちらがね、いわゆる開封前の鶏糞です。いわゆる完全にこのね発酵が終わって鶏糞としてね、出来上がっているものになります。ほぼ普通の一般の、ホームセンターに行けばね、すぐ手に入る材料になると思います。夏野菜にとってね鶏糞はとても使い勝手がいい、肥料になります。このね数値を見てください。窒素 2.5、 そしてリン酸が 5.0、 カリが 2.8 と、とてもね野菜のためにバランスが取れた栄養素が含まれています。特にねこの中でもリン酸がね多いというのがこの鶏糞のいいところになります。後ほどねこの辺細かく紹介したいと思います。こちらを見てください。中身の状態をご紹介しましょう。このようにねペレット状に成形された状態になっています。ほとんどのね市販されている鶏糞はこのようなペレット状になっているものだと思います。粒がね大きいものはちょっと時間がかかりますね、分解にね。逆に粉末のものはね効果が早く出ます。粉末鶏糞ねあんまり私も見てはいないんですけども、即効性をね希望される方はね粉末の鶏糞探していただいて使用していただいてもいいと思います。鶏糞ってね独特なちょっとこうアンモニア臭というかね臭さがあるんでちょっとなという方もいらっしゃるかと思います。実はねこの匂いが発生しているというのは少しね水分を含んでしまっているということが考えられます。このようなね密封できる樽に入れてますので乾燥した状態を維持しています。しかしね売り場でこの鶏糞自体がね雨に当たってしまったり保管状態が悪いと匂いがね出てきますね。ちょっと注意した方がいいと思います。ではね、鶏糞の特徴からまずご紹介しましょう。まずね、一つ目は先ほども少し話しましたけども、夏野菜のね栽培に最適な肥料だということです。夏野菜のメインは、いわゆる果菜類、実のなる野菜になりますよね。鶏糞の中にね、含まれる成分量の多いリン酸は、この実をね、大きくするのに必要な肥料になります。ということでね、鶏糞をうまく使うことで、ナス、トマト、ピーマン、そしてキュウリなど、ぐんぐんとね、ぐいぐいとね、大きくなっていきますので、夏野菜にね、最適だということになります。二つ目ですね、元肥にも使えますし、もちろんね、追肥にも十分いい機能を果たしてくれます。投入してすぐに消化されるものではありません。完全にね、分解するには、まあ、2、3年ぐらいの月日が必要と言われています。ということでね、元肥としてね、投入したものは、初期生育でね、どんどん使われていきます。その後、追肥に使うと、追肥としてもね、早く吸収される効果がありますので、どちらにもね、ある程度長い期間、うまく、上手にね、使える肥料になります。持続性もあり、そしてそれなりのね、即効性もある、いい肥料になります。最後、三つ目です。微量成分もね、豊富に含まれるということになります。今回ご紹介したテーマの、尻腐れ症という、生育障害に効果があると言われています。尻腐れ症という症状は特にですねトマトそしてナスなどのお尻の部分がね黒く変色してしまうという症状になります。この症状がね起きてしまう原因としてカルシウム不足だというふうに言われています。このねカルシウムですけども実はこの鶏糞にね豊富に含まれているものになります。ということでね鶏糞を使っていただければ尻腐れ症も予防できるということになります。ということでね肥料分にもなりますし、生育障害の予防にもなる、使いやすくて優れた肥料になります。ということでね、メリットの部分をご紹介していきましたけども、一方でね、ちょっと使い方を誤ってしまうと、デメリットの部分もあります。まずね、一つ目がね、土壌自身がアルカリ性に偏ってしまうと
というようなことが予想されます。鶏糞は、石灰分もねよく含まれていると言われています。日本の土壌はね酸性にね偏りやすいので、そういった意味ではね鶏糞を使うのがちょうどいいのかもしれませんが、やはりねこれ入れすぎてしまう方がおられます。入れすぎることによってね土壌がアルカリ性に寄ってしまって土壌のバランスを崩してしまうというようなことがあります。ただねよほどね大量に投入しなければこういった現象もね起きないと思いますので、安心して使っていただきたいと思います。2つ目、害虫を呼び込んでしまうということが予想されます。匂いがねどうしても強いこともあり、土のね表面やマルチの上に固まって残っていると虫がね寄ってくるとも言われています。ということでね、必ずね土に混ぜ込んで使っていただきたい。もちろん堆肥はもちろんそうですし、追肥についてもただ単に土の上にパラッと撒くんではなくて、必ず土と一緒に混ぜて混ぜ込んでいただくということが重要になります。使うときは必ずねよく混ぜ込む、あるいは土をかけるとして、いわゆる目に触れないようにしていただきたいと思います。鶏糞というのは肥料分としてね優秀ですけども、微生物を増殖させるための役割としてはねちょっと弱いので、その点をね注意していただいた方がいいと思います。鶏糞だけね使えば育つのかというと、それはね少し違いまして、鶏糞プラス牛糞などのね堆肥なども合わせて使っていただいて、微生物が増えてね水はけ通気性がいい土壌に変えていくということが必要です。そこにね鶏糞を投入することで栽培がねとてもうまく成立しますので、決して鶏糞だけでいいというものではありません。実際にね使い方のポイントをご紹介しましょう。夏野菜にね投入する場合は1平米あたりね 100cc 入っていれば十分だと思います。トマト、ナス、ピーマン、キュウリ含めてほぼ1平米あたり苗の数によって2本からあるいは3本程度の量であればね 100cc で十分だと思います。逆にね初期にたくさん投入するのではなくて、状況を見ながら追肥をしていくということが大事になります。少しね多めに投入するものとしては、例えばトウモロコシですね。トウモロコシはとても肥料食いです。あるいは里芋なんかもねとても肥料を食う野菜になりますので、そういったものは多少今の 1.5 倍ぐらい、まあ、あるいは2倍ぐらい入れてもねいいと言われています。基本的にはねこれから皆さん夏野菜を準備するにあたって平米ねほぼ 100cc をベースに考えていただければ、夏野菜はほぼ大丈夫と思います。シェア畑ではだいたい平均して、平米あたり牛糞が2リッターですね。で、鶏糞が 100cc がだいたい基準になっています。油ガスを投入するということもよくあります。油ガスは窒素分が多いので、50cc からね、多くても 100cc。何年もね、やってる畑であれば、もう 50cc あれば十分だと思います。夏野菜で言えば、例えばね、トマトなんかは逆に油ガスは入れなくてもいい野菜になると思います。初期にね窒素を多く吸収してしまうと振動りなどがね起きて起きやすくなってしまいます。ということでね、夏野菜については鶏糞をベースにね栽培していただければほぼ成功すると思います。ではねちょっとやってみます。一応このように耕した畝にこれ鶏糞になります。これをこのように普通にもうパラパラと巻いてください。これぐらいで十分だと思います。ここでね皆さんに見ていただきたいのは、端の方から真ん中付近までなるべくね均等に巻かれているということが必要です。やりがちなのはね、どうしてもこの真ん中あたりにダーッと固まってしまって端っこになくなってしまうという状態がよくあります。皆さんね、野菜を植える位置ほぼここですけども、ここに、まあ、肥料をね入れてしまうということがよくあると思います。それはね、初期生育としてはまあいいんですけども、少しね、肥料過剰になってしまう可能性があります。植えてから1ヶ月ぐらいすると、夏野菜の場合はね、根がね、ぐんぐん伸びていきます。ですからもう、ここら辺まで平気で伸びてしまう、1ヶ月で伸びてしまいますので、やっぱりここら辺にも肥料が必要になります。ですから、全面にうまく均等に撒くということが大事な作業になります。もう一つね、皆さんにこれを見ていただきたい作業があります。クワの使い方次第で、せっかくね、均等に撒いたものが偏ってしまうということがよくあります。それの一番の理由はクワの使い方にあります。クワは上から叩き込んで土を砕いたり、そしてこの肥料をこの地中深くに入れ込むということが必要ですね。そのためには必ず上から落とすだけ
これを基本にしていただきたいと。で、やりがちなのは入れて起こすイメージですね。こういうふうに持ってきちゃう。これはせっかくばらまいた肥料がこちらの方に寄ってきちゃうということになります。ですから鶏糞でも何でもそうですけども、肥料は基本的に桑を使ってイメージですよ、叩き入れるというふうに理解をしていただきたいと思います。引かない、肥料を入れてるということについては決して引いてはダメです。上から10センチから15センチの深さまでこの刃先を叩き入れると。それだけで上に均等にばらまいた肥料は地中深く10センチ15センチまで十分これだけで入っていきます。この作業を間違えないでいただきたいと思います。ということで、これまでね、化成肥料でやってらっしゃった皆さんも有機肥料にね、変えたいと考えているのであれば、まずはね、鶏糞あたりからスタートするのがいいと思います。ぜひね、うまく活用して夏野菜をね、楽しんでみてください。今日は鶏糞の特徴と使い方ご説明させていただきました。この動画が役に立った、面白かったという方、ぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いいたします。それではまた。